トベ平野の仕の友情事情、ビッグネームとの友達関係に迫る。こんにちは、皆さん。本日は、元キング・アンドピスのメンバーであり、現在はトベエンタテインメントに所属する平野市洋さんに関する興味深い話題をお届けします。彼の最近のインスタグラムライブ配信には、意外な友情の側面が浮かび上がってきました。その詳細を探ってみましょう。 時折、有名人たちも普通の人々と同じような感情や経験を抱えていることが明らかになります。平野志耀さんもその一例であり、最近行われたインスタグラムライブ配信で、彼は同世代の友達が少ないと嘆いていました。その一方で、彼が挙げた友達たちは、ビッグネームばかりであることが興味深いポイントです。 平野さんのライブ配信は30日の午後8時半にスタートしました。そして配信が始まってから約45分後、意外なサプライズが待っていました。なんと俳優の横浜流星さんとのコラボが実現したのです。この瞬間にはなんと52番人もの視聴者が一斉に参加し、興奮が高まりました。横浜流星さんとのコラボ中、 彼らは会食の約束を取り交わすほどの仲の良さを見せました。平野さんが飯でも食おうよと提案すると、それに心よく応じた横浜流星さん。そして、平野さんは同世代の友達が少ないじゃんと口にし、横浜さんも同意したことが明らかになりました。コラボが終了した後、平野さんは友達トークを続けました。 驚くことに、彼は俳優仲間がほとんどいないことを告白しました。10本の指が余るか余らないかという言葉でその数の少なさを表現しました。しかし、彼が挙げた友達たちは、その質と影響力から目を引きます。友達としての名前を挙げた一人は、俳優の原田泰蔵さん。さらに、小栗旬さんや船越英一郎さんなど、 超一流の俳優たちの名前も挙げられました。結論。平野耀さんのインスタグラムライブ配信からは、彼の友情に対する価値観と、その友達たちの豪華なリストが浮かび上がってきました。一見すると、彼の友達関係は限られているように見えますが、その中身は一流俳優たちとの深い繋がりで満たされていることがわかります。平野さんの人間関係の側面からも、 彼の魅力や人柄が伺える瞬間となりました。今回の記事をお読みいただき、ありがとうございました。戸べ平野の仕さんの友情事情に関する情報は、彼のファンだけでなく、幅広い読者にとっても興味深いものだったことでしょう。今後も彼の活動や人間関係の動向に注目していきたいと思います。お楽しみにください。